サンボマスターです。よろしくお願いします。女さんさ、女さんさ、別にかっこよく見えるようにしゃべってよ。女さんさ、デッキを取られたさ、ここも今までさ、テレビさ、ロックンロールやりしたわけ。だから今日お前らが全員優勝だ。ありがとうよ、みんな。アジカン、ありがとうよ。泣いちまったぜ。こっからもさ、まだまだロックンロール続けていくから、みんなのロックンロールを聞かせてくれよ。いいか、行こうぜ。世界を変えかけよう。
もっと前に来てほしい。恥ずかしいと思うよ。ガシガシ飛んで跳ねて恥ずかしいと思うよ人前で。でもよ、短パンでよ、メガネかけてよ、同じ助けてよ、俺が一番美しいからさ。立ってる人はどんな形でもいいから最後まで盛り上がってほしいんだ。よろしくな。
ックライズノットデッド。最後の曲になります。俺はさ、さっきアジカンのステージもそうだし、その前のステージもそうだし、全部含めてみんなに出会えてよかったなって愛したりだけど思いました。俺はさ、これはさ、愛だと思うんだよ。愛でしかねえと思うんだよ。だからさ、この愛をさ、このライブもその先もその先もずっともっともっと、お前らが1年だか2年だか3年だか4年だか知らねえよ。何学部だとか、どこに住んでるとか、いじめられてるとか、今不幸だとか、幸せるとか、そんなもん知らねえんだよ。でもな、音楽は一つになれるんだよ、ロックロールは一つになれるんだよ。だから最後、愛でみんな一つになって終わりでなって思うわけですよ。みんなと愛を歌ってもいいですか。じゃあ最後、みんなと愛を歌してくれよ。世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。忘れずに舞うだけの新しい
だそれは愛とは。